私の方から役員連絡会の概要について報告をさせていただきます。茂木幹事長からは、一昨日第91回自民党党大会が開催され、1600名以上が参加をしました。全国各地からお集まりいただいた各都道府県連の代表、職域支部団体の代表、そして党員党友の皆さんに感謝申し上げます。また大会の準備運営に当たってもらった福田実行委員長、金子運動方針起草委員長はじめ関係役員、さらに党職員の皆さんにも感謝申し上げます。党大会前日土曜日の全国幹事長会議はじめ、一連の会議では今回の政治資金問題について厳しい発言が相次ぎました。特に関係者の政治責任、処分に関し多くの意見がありました。岸田総裁より私に対し、関係者に対する党としての処分について結論を得るよう指示が出ております。執行部内でも相談の上、事実関係やこれまでの役職等を総合的に勘案し、できるだけ早期に厳正な対処方針を決定していきたいと思います。もう一点、今後の改革政治刷新を進めるにあたって、党を支える地方組織、現場の声をよく聞いてほしいとの意見がありました。一昨日の党大会で総裁より、ご自身や党執行部が全国に足を運び、地方組織、党員党友、国民の声を聞く政治刷新車座対話の提案がありました。執行部や政治刷新本部の役員を中心に全国各地を回る日程調整を進めたいと思います。国会会期末まで100日を切りました。国会では、現在参議院で令和6年度予算案の審議が進んでおります。衆議院でも昨日成立審が開催され、また各委員会においても法案審議が進んでいます。引き続き緊張感を持って万全の体制で国会に臨んでいきたいと思います。浜田国対委員長からは、本日13時の本会議で議論案件の採決と重要公判議案である経済安保関連法2件の趣旨説明質疑を行う、所要は2時間30分程度、次回は21日木曜日13時から流通効率化貨物自動車法の趣旨説明質疑を行う、所要は1時間45分程度を見込んでいる。昨日成立審を開催し、申し出がなされた下村博文議員に対する質疑を行った、衆議院では7人目となる。各委員会は非入れ法案並びに非入れ扱い法案の審査を進めており、順次参議院に送付をする。佐藤参議院国対委員長代行からは、本日予算委員会は一般質疑を衆議院本会議を挟んで、午前は9時から3時間、午後は16時から1時間のトータル4時間コースで行う。予算委員会の休息時、消費者特別委員会を12時20分に開会し、大臣所信を、総務委員会、文教科学委員会、国土交通委員会を13時に開会し、総務委員会は地方税関係法案の趣旨説明、質疑、文部科学と国土交通委員会は所信に対する質疑を行う。21、22日は令和6年度予算の移植審査を行います。21日が特別委員会、22日が常任委員会となる。そして移植審査に加えて、各委員会において所信に対する質疑、所得税法案、地方税法案等の質疑を行う予定。今週は予算の出口、非入れ法案の成立に向けた極めて重要な1週間となる。衆議院と連携を密にし臨んでまいるので、よろしくお願いする。関口参議院会長からは、党大会はお疲れ様でした。国民の信頼回復に向けて参議院自民党も全力で取り組んでまいる。また年度末を控え、大変厳しい日程となっているが、一日も早い予算の早期成立を目指して衆議院と緊密に連携してまいるので、引き続きよろしくお願いする。松山参議院幹事長からは、一昨日の党大会はお疲れ様でした。信頼回復に向けた我が党の覚悟を示す良い大会になったと思う。参議院自民党としても関口会長を先頭に改革を前に進めてまいる。
来年度予算は集中審議が行われ、年度末が近づく中議論が深まってきている。関連法案や非税法案も考慮しながら出口を預かる参議院としての責任を果たしてまいるのでよろしくお願いする。また先週13日に行った衆議院島根1区補欠選挙と熊本県知事選挙に関する打ち合わせ会に、茂木幹事長、小渕選対委員長、金子組織運動本部長にご多忙のところをご出席いただき感謝申し上げる。今後も本部、県連と緊密に連携して両選挙の必勝に向けて全力で取り組んでまいるのでよろしくお願いする。小渕選対委員長からは、熊本県知事選挙は後半戦に入っており、今度の日曜日3月24日に投票日を迎える。新人同士の激戦となっているが、しっかり勝ち抜いて春の選挙につなげていきたいと思うので、役員各位のご支援をよろしくお願い申し上げる。都会政調会会長からは、先週金曜日15日共同開発生産した防衛装備品の第三国移転の在り方手続きについて公明党と合意ができた。これを踏まえ政府では現在運用指針の改定作業を進めており、できれば今週中にも党内手続きを行いたいと考えている。党大会前日に全国政務調査会長会議を開催した。会議では25道府県連から防災や国土強靭化、人手不足、地方の公共交通、農業政策などについて発言があり、担当役員からの現況の説明をするなど有意義な意見交換ができた。会議でいただいた意見は今後の政策立案に生かしてまいりたい。北朝鮮によるミサイル発射については、国防部会と安全保障調査会で対応することとしている。今後も緊張感を持って推移を注視してまいりたい。今週の政調審議会は本日19日と金曜日22日に開催予定。本日は政府への提言一件の審査、金曜日は議員立法や閣議決定案件の審査を予定をしている。森山総務会長からは、総務会は本日は案件がないため開催しない。次回の総務会は今週22日金曜日に開催し、政務調査会からの案件を審議する予定。平井広報副部長からは直近の世論調査結果について報告がありました。役員会の概要は以上であります。質問があればお願いいたします。ありませんか。どうぞ。北海道新聞の曽根山と申します。長年事件をめぐる処分についてお伺いいたします。関係議員への処分につきまして、岸田首相がご自身も、処分の対象とするという一部報道がございます。首相を処分するとなると異例の事態となりますが、代行どのようにお考えになりますか。これまだ何も決まっておりません。具体的な処分のあり方については、先ほども幹事長の談話でありましたように、幹事長の役員連絡会が報告がありましたように、これから、調整がなされるものと承知をしているということになります。どうぞ。ありがとうございます。昨日、辞任の申し出された参議院議長の江藤委員長の後任なんですけれども、有沢一郎衆院議員で調整という一部ございますけれども、現在の調整結果状況、党紀委員長選につきましては、党則上は、党紀委員の5選によるものということになっておりますので、党紀委員会と相談しながら、できるだけ早く新たな委員長の選任を行いたいと考えております。現時点で、まだ決まっているわけではないですか。はい、どうぞ。日経新聞の大沢と申します。日銀の金融政策決定会合について伺います。日銀は本日の会合で大規模緩和の解除を決める方針ですけれども、自民党としてどのようにご覧になっているか、教えてください。これは長年その金融政策を続けてきて、その中で、経済の流れ等を見ながら日銀がお決めになることだと思っております。そして経済というのはやはりそれらの金利を見ながら、動向を見ながら、どうしていくのか、政策にも関わることではあると思っておりますけれども、結論が出てからではないと書きたいことは言えないと思います。